はい、おはようございます。キャプテンスのバイブルトークです。今日は9月15日火曜日ですね。ルカの福音書最後のところ24章の、1から12ですね。1から12、週の初めの日の明け方早くってところから始まりますけども、週の初めの日、ここからですね、なんでクリスチャンが日曜日に、礼拝しているかといいますと、週の初めの日っていうのは日曜日なんですね。日曜日にイエス様がよみがえった、そこから、日曜日に礼拝をしています。これ厳密に言うとね、安息日っていうのは土曜日であって、でもその土曜日も夕方から始まってっていうふうにちょっといろいろややこしいんですけども、一応なぜ日曜日に、礼拝しているかというと、イエス様がよみがえった朝ということで、この時まず女性たち、女たち、もうガリラヤからねついてきた女性たちが準備してきた香料、昨日やりましたね、それ持ってきたんだけども、もう安息日になってしまったので、安息日一日置いて、墓にやってきました。でイエスの体にね香油を塗ったりしようと思って来たんですけども、ところがですね、石がね蓋してあったらしいんですけども、それが墓から転がしてあったとね。で入ってみました。するとイエスの体がないと、女性たちを途方に暮れていると、今度見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来たという出ています。まばゆいばかりの衣の人2人、ね、これ他の箇所ではマルコでは青年ってなってますね、1人で、マタイでは主の使い、これも1人単数になってるんですけども、とにかくなんか恐ろしい感じの、人、いろんなこうね表現の仕方違いますけども、主の使いっていうとね天使、イメージがあると思うんですけども、天使いろんなねものがあって、この人で羽生えてないですよね、この人たちはね。天使ってなんかエンジェルでこうね羽生えてるイメージありますけど、あれはケルビムとかセラフィムとかそういう種類のもののことをこう言っていて、天使、まあ、天の御使いっていう中には、このなんかこう青年キラキラしてるんですけども、そのねそういう青年っぽい、まあ、タイプの人たちがこう来てると。で恐ろしくなって地面に顔を伏せるっていうから、やっぱちょっと尋常じゃないんでしょうね。これ羽とか生えたらもっと怖いと思うんですけども、まあ、普通の人っぽいけどもでも何か違うっていう人が、2人で、その人たちがこう言うわけです。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですかというふうに言うんですね。そしてここにはおられません、よみがえられたのですと。またまだガリラヤにおられたことをお話になったことを思い出しなさいって言いました。ここで彼らはまずイエスがよみがえられた、ここにはいません、よみがえられた、もう一つは前に言ったよねって話をするね。それを思い出しなさい。じゃあ何を思い出すかと言いますと、こんなこと言う。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえらなければならないっていうのを前ガリラヤでイエス様から聞いてますよねってことを言うわけですね。でこのねばならない、これあれですよ、デイ、ね、イエス様はすぐねこれ使います。何々しなきゃいけない、ね、お前のところ泊まることにしてやるから、私は死んでよみがえらなければならない、絶対にそれをしなければならない、神様の御心、御旨、神様の計画の中にそれがあるっていう、そういうギリシャ語でね、デイっていう言葉、英語で言うとマストですよね。それが、それを思い出せと。で女たちはそれを思い出しました。そして墓から戻って、他の弟子たち、今1人かけて11人ですから、11弟子と他の人たちにそれを話しました、報告しました。でここにその女性たちの名前が書いてあります。マグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア。なんかねマリアってユダヤ人の名前いっぱいいるそうですね。ヨセフ・シュラムって人が言ってましたけども、彼の奥さんもマリアで、マリアっていうとほとんどマリアなんだって、まあっていう話を聞いてね、だから聖書の中でもマリア、いろんなマリアが出てきますよね。どこどこのマリア、なんとかのマリア。まあ、とにかく彼女たちが使徒たちに話をしました。イエス様がよみがえりましたっていうことを、なんかそのね、その、まあ、天使っぽい人から聞いたんだけど、
で、すごいニュースですね。すごいニュース、グッドニュースですよ。ところがです、11節、人たちはこの話は戯言と思われたので 彼らは女たちを信用しなかったってあります。戯言ね、戯言、どうでしょう、あの私たちね、クリスチャン、神様信じてます、聖書信じてます。あの戯言って思われることありますよね。あのえ、マジで信じてんの、イエスがよみがえった、アダムとイブの話、創造論、ね、まあでもこの時は弟子たちさえもそれ戯言だと思った、イエスがよみがえったって何それと。でも面白いですよね、彼らは聞いてるんですよね。この女性たちも思い出したんですから、私は人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ3日目によみがえらなければならないって言葉を彼らは聞いてるはずなんですけども、ここではたわごとだと思った、それが起きてみたらね、私たちっていうか私もそうですよ。よくね、クリスチャンね、私たちがね、こう祈って祈って祈ってね、本当に神様の話を祈って祈って、それの祈りが叶えられた時に信じられないっていうあのこと、まああんまないかもしれませんけども、そういうのってあるじゃないですかね。まあそれはそれでね、すごくもう、ね、そんだけ素晴らしいことだと喜びいいんですけども、でも私たちは思い出す必要があると思います。聖書に何て書いてあるか、御言葉は何て言ってるのか、そこには戯言のようなことも書いてあるかもしれません。でもそれも含めて私たちは自分の頭ではなく、そんなことあるわけじゃないか、ないじゃないかと。あとお前が言ってること、これもしね、もっと女性っていうのはこの頃すごい身分が低かった、当然弟子たちよりも下の、ね、位だった、彼女たちが言ってるから信じなかったとしたら、これは本当にね、偏見というかそういうものだった。もしかしたらもっとこう偉い人、祭司とかね、その大祭司とかなんか預言者とかね、言うとすぐ信じちゃうじゃないですか、バカなことも。でも本当にこう神様の、ね、ニュースっていうのは、弱いもの、小さいもの、を通して語られる、ね、そういうことが多いっていうこともここには、そういう意味もあるのかもしれません。私たちはだからこそ謙遜になって、その言葉を、ね、思い出し信じる必要があるんじゃないでしょうか。ここでね、12節、しかしペトロは立ち上がると走って墓に行き、かがんで覗き込んだところ、天野だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。ペテロだけが、これ書いてあるところと書いてないところがあるらしいんですけども、これ12節というか書けるところもある、写本もあるらしいんですけども、でもこれね、ペテロいいですね、ペテロね、単純。いや、そんな、多分ね、ペテロも信じてなかったと思いますよ。だって驚いて家に帰ってるんですから、実際ね。でもとにかくでも行ってみようよ。なんかそういうイエス様大好きですか、ペテロね。イエス様がよみがえった墓にはいない、そんなバカなことあるじゃん ねえだろ。でもとにかく行ってみよう、とにかくやってみよう、とにかくそこを見に行こうっていうね。ペテロはせっかく行ったのに、イエス様はね、空っぽの墓のところでこの出来事に驚いて家に帰っていったっていう、意味ないじゃんっていう、感じになってしまうんですけども、私は意味はあると思います。このペテロのね、行動というかね、とりあえずとにかくイエス様の情報があるんだったら、とにかくちょっと俺は見てみないとね、行ってみようと、思い出すって言葉がここには、出てきましたけども、私たちが思い出すのもこの神様の御言葉です。彼らは聞いていたから思い出すことができました。私たちもまず聞いていないと、読んでいないと思い出すことさえできない。神様の計画、神様の、本当にね、言葉が聖書に書かれています。それを思い出せる、せめて思い出せる、どっかにこんなこと書いてあったなって思い出せるぐらいに、読んで、そしてそれを信じる、その通りなのかどうか、いやそんなこと言ってもね、でもそこを信じる信仰というのを持っていきたいと思います。信仰はね、聞くことから始まる、聞くね、聞くっていうのはこの読むっていう意味ではありますね。
聖書をこう読むところから始まる、よく本当かなと思ってもペテロのようにとにかく行って見てみる、そういう姿勢って大事じゃないでしょうか。はい、それではまた明日。ごきげんよう。